はい、皆さん、毎度毎度。まあ、みんな大好きね、宿毛矯正ね。好きな人は好きだけど、嫌いな人は嫌いだよね。こんな話聞きもしないと思うけど、アリミノのクオラインの250を使った感じだよね。280と250って結構なんか違うね。コロってなんか250は弱くなってるっつうの。で、280とミルボンのネオリシオの一番強い SH を比べると、280の方がまっすぐに強くパーマがかかってるっていう感じかな。コテで巻いても癖がつかなくなるっていうのかな。280はなんかちょっとピンスト気味なんだよね。それに比べてネオリシオの方はそこまでいかない。まだ自然さが残るストレート感。薬のパワーをイメージ的に言ったら、ミルボンの SH を100としたら、あのクオラインの280は110か115ぐらい。ちょっとピンストが強いよね。で、コテで巻いても、まあ、癖がつかないと。それに対してね、ネオリシオのハードタイプ、まあクオラインの250もそうだけど、その2つは80ぐらいかな、パワーが。うちが使った感じね、ネオリシオの一番強いね、 SH ね、それで全体かけると、どうしても襟足の方とか後ろの方伸びにくい場所が出てくるね。もみ上げとかね。で、そういうところはクオラインの280を使いたくなるよね。あと、うちの妹美容室は細毛で難毛なんだよね。で、結構癖が強いんだよね、子供の頃からね。で、それはあのミルボンの上から2番目のやつ、エッチでやると、あのその日は伸びてんの、でもすぐ取れちゃう。もう必ず SH だね、一番強いやつでかけなきゃ、あのすぐ文句が出るんだよね。で、ボールペンの中に入ってるみたいな、バネみたいなアフロの子が来るけど、それも大体ネオリシオの SH で大体まっすぐになるかな。で、染めたりするからさ、毛先とかさ、中間部分、もう染めたところがね、そのアフロの子って切りやすいのよ。だからもうそれ以上強い薬は使いたくないって感じ。それ以上強い薬って何って言われたら、ロレアルエクステンソの一番強いやつだね。あと、一概にネオリシオの上から2番目のハードタイプと、やっぱりアリミノの上から2番目の250、これやっぱり内容成分っていうのが違うから、一概に比較することはできないけど、健康毛に使った場合はちょっと緩いんじゃないかっていう気がするんだよね。まあ、薬はね、塗り分けしたりいろいろするからね、数ヶ月おきに来たあの方をね、根元は一番強いやつ使って、中間から毛先はね、まあ、250かなんか使ってね、いかにあの軟化させずにね、伸ばすかなんて、そういうのもありだけど、だから根元をミルボンの SH でかけるけど、毛髪によったら3ヶ月後にもう一回来るじゃない、しっかり根元かけても。で、前回かけた分もかぶせて、いや、2度かけだよね、前回かけた分はね。そこまでやると、もう半永久的にウェーブバック起こしにくいね。まあ、ほとんどウェーブバック起こさないんだよ。だからもう3回かけるってことはないんだよね。まあ、だからね、だから SH 中心に使ってれば OK みたいな、うちはそんなようなやり方になるよね。だからうちはあのミルボンのハードタイプ、上から2番目ね、クオラインの250もそうだけど、あとは酸性の宿毛矯正もあるけどね、そういうの使うときってのは特殊な場合だよね。特殊な場合、これ毛染め進んでんなと思ったから250使ったっていうの。クオラインの250とかネオリシオのハードタイプ、これを健康毛の方にやるっていうのは、まあ、パーマが取りやすい、宿毛矯正が取りやすい、あまりおすすめはしたくないけど、やっぱ SH の方がいいんじゃないとしか言えないよね。ただクオラインしか使ってない方ね、280と250しか持ってない方だと、ちょっと280だと強いから、なんか250使っちゃうのかな。そういう方はネオリシオの SH をちょっと使った方がいいかなと思うけどね。クオラインの280より、あ、ちょっと弱いんだよ。でも結構強いんだよ。まあ微妙なんだけどね、それほど強くない自然な強さ。あと、一番強い薬がね、怖いっていう方に共通して言えるのはね、来るたび毛先まで塗らなければいけないっていうの。その途中何か不具合があってね、水つけすぎてたとか、アイロンの使い方が悪いとか、ヘボいアイロン使ってたと、なんかあると中間毛先部分までね、あのウェーブバック起こして戻ってくるんだよね、毛先が伸びきってないみたいな。そうするとつけなきゃいけないのよ、薬をね。あと、毎度毎度毛先まで薬、弱い薬でもつけてると、毛先のチリチリが取れないんだよね。
もちろん髪の状態その他いろいろあるけど、大体うちが多いのは SH で根元2回、1回かけて、次回来たらまた前回かけた分もかぶしてかけて、毛先はもうチリついてたらもう触らないっつの？それなんか繰り返してカットしてるうちに、チリチリ分切り取れば、まあもう毛先塗布しないで済む。ウェーブバックも起こさない。まあ普通の宿毛矯正になるよね。で、毛先もなんかやってくれって言われたら、pH4.7 とか、なんか酸性の宿毛矯正剤で軽くやるぐらい。あと、よその店からさ、うちの店に来てかけた場合だよね、2、3回。やっぱりよその店でかけた部分が、ウェーブバックを起こしてんだよね。やっぱりなんか塗らなきゃいけないんだけど、まあ、なるべく塗らない方がいいよとは言うんだけどね、痛むから。やっぱり切り取るのが一番だけど、で、毛がしっかりしてると、まあ、かけたりするけどね。水に濡らして、この前も250全体に塗ったりしたけどね。まあ、うちはね、基本、中間毛先部分、3回はかけない方がいいっていうの？ 3 回かける必要はないっていうの、SH でやってればね。まあ、そんな感じだね。これは皆さんいろいろやり方あるし、もちろん傷んでる人は、やっぱり工夫しなきゃいけないしね、さらにね。はい、お疲れ様でした。